ヤマルーブレーシングの、前田圭介選手です。昨年ね、すごい怪我されてですね、長いこと休んでたと思うんですけども、怪我の回復具合は今どうなんですか？はい、そうですね、今はもうだいぶ良くなって、手術も無事終了して歩けるようになって、バイクも乗ることもできるようになってるので、だいぶ順調に治ってきてはいるとは思います。はい、なんか相当長い間休んでたような印象だったんですけど。はい、結果的にバイクに乗れるまでには8ヶ月ぐらいかかったので。8ヶ月です。長いね、それはね。相当きつかったですね。もう乗れない悔しさ、みんながレースしてる間に病院で寝てる自分の悔しさが激しくて、辛いね、それは、ね、すごい辛かったです、本当に。はい、あ、じゃあ、 バイク乗れるようになったのはいつから？2月前半に行われたセパンのテストなんですけど、そこが初めて乗ったところで、そこが本当に久々、もう楽しめたっていうか、久々のライドだったので、はいはい、すごい楽しかったですね。あ、はい、そうですか。まあ、今日ね、4メーカー事前テストがあったんですけども、まあ、走り終えてどうですか？そうですね、もともと地元が近くで、鈴鹿崎とかホームコースで、そこでの久々のコースで、雨だったんですけど、もう本当に鈴鹿を久々に走れたっていう、バイクにも久々に乗れたし、セパン以来だったので、バイクにも久々に乗れたし、鈴鹿も久々に走れたっていうので、ものすごく楽しめました。はい、いや、楽しめたっていうのがいいですね。そうですね、今乗ることに関して辛いとかきついとかは別になくて、本当に楽しい。昔からレースをやって楽しくなければ意味がないって親父の父親からそうやって教えられてきたので、本当にずっと楽しんで、でもしっかりやることをやって楽しんでいくっていうのが自分の中のモットーっていうかあれなので、すごく楽しめて、今でも昔も今も変わらず乗れてると思います。はい、やっぱり8ヶ月間、まあ、乗れなかったその辛い、ね、思いがやっぱりこう乗れることになってすごく楽しいって感じですかね。そうですね、めちゃめちゃ嬉しいですね。やっぱ本当に嬉しいです。幸せですね、乗れて。やっぱりバイクは楽しいです。あ、はい、いいですね、それね。開幕戦に向けてどうですか？はい、そうですね、開幕戦まであと1ヶ月ちょっと1ヶ月もないぐらいなんですけど、やっぱりまあ怪我は治って乗れるようにはなったという、まだ乗りこなせるって域までには到達していないので、やっぱりそこが厳しいところではあるとは思うんですけど、やっぱり、まあ、レースを続けてきて長い休み初めてなんですけど、それでも去年の自分を超えていかなければと思うので、それを超えれるようにしっかりともう日々から頑張って、初戦からちゃんと自分の走りを一発目からできるように頑張っていきたいと思います。はい、はい、期待しています。はい、ありがとうございます。